中国河北地質大学はこのほど新型コロナウイルス感染拡大を理由に1日から始まるゴールデンウィーク5連休中にキャンパスを出ないよう学生に命じましたしかし同校北キャンパスにいた約100人の学生が1日に校門を押し開けキャンパスから飛び出しましたインターネットで公開されている動画を見ると警備員が数名いるだけで他の大学職員の姿は見られませんでした 警備員が目をそらした暇に一部の学生が校門を押し開け率先して門の隙間から外に飛び出しましたそれを見て他の学生が次から次へ抜け出し外に出た学生はまだ校内にいる学生の脱出を応援しました河北工程大学の学生長健さんがアメリカメディアザ・エポック・タイムズのインタビューに対し 河北省教育長は学校を封鎖するとも学校を封鎖してはいけないとも言わず国の政策に従うと言い続けていましたが言っていたことは曖昧ですしかし学校側はこれを口実に不当に学生を校内で消費させるようにわざと学生を外出させないようにしていると述べました